小郷選手、好きな食べ物なんですか？イチゴです。イチゴです。って言うんですよ、あいつ。イチゴって言えないです。イチゴです。イチゴって言うんですよ。イチゴです。イチゴです。今回のスターティングメンバーは、このコーナー初登場、三重県出身の伊藤幸也選手。今日はある選手のモノマネの秘訣を教えてくれます。三重県出身の26歳伊藤幸也選手は、東京都にある日大三高から立正大学へ進学。去年、横浜 DeNA ベイスターズから楽天イーグルスにやってきました。パンチ力あるバッティングが魅力。右の大砲として期待される内野手です。後半戦、一つでも順位上げていけるように貢献していくんで、応援よろしくお願いします。夜遅くまでありがとうございます。明日デイゲームなんで早く帰って皆さん寝ましょう。週刊うわ四方初登場の伊藤幸也選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめまして。はじめまして。バンデスって見たことありますか？バンデス？ないです。ごめんなさい。週刊うわ四方は、あー、ないです。ありがとうございます。あー、ないです。ありがとうございます。ぜひ YouTube もご覧ください。はい、行きます。イケメンです。あら、これなんかちょっと恥ずかしい。まあ、イケメンじゃないんで。え、言われ慣れてない。あ、そうなんですか。どうでしょう、男性から褒められるのって。いや、嬉しいのは嬉しいです。ただ僕はお世辞だと思ってるんで。そんなことないです。お世辞として受け取ってます。イケメンですよ。楽天選手の中で好きな選手教えてください。小郷優也。ありきたりっすね。でもね、フルネーム小郷優也。伊藤幸也選手と同じプロ5年目の小郷優也選手。岡山県出身の27歳は、なんと伊藤幸也選手と立正大学野球部の同級生。2人は大学野球でクリーンナップを組んでいたのです。それが今やチームメイト。もう大好きじゃないですか。そうですね、面白いですよ。面白いですよ。夏スタだよ。週刊わし報。週刊わし報。今回登場した選手は、三重県出身の伊藤幸也選手、26歳。内野手としてどこでも守れるマルチプレイヤーです。円陣とは、ベンチ前で選手たちが気合を入れる試合前の儀式。楽天イーグルス公式 YouTube チャンネルでは円陣の様子を公開。その中で伊藤幸也選手は小郷選手のモノマネをしているのです。目標はただ一つ、連勝。いいですか、連勝しましょう。連勝するって結構厳しいことなんで、とにかく今日はボルテージ上げてガヤガヤ行きましょう。あ、そうなの。シーズン中に入籍しました。奥様はどんな方なんですか？どんな方、まあ僕の8億倍ぐらいしっかりしてて
僕の人生プランにこんな人と出会える予定はなかったんですけど、まあ、まあ運はいいんで、そういいあのご縁に恵まれて無事今一緒に暮らせてます、はい、めっちゃ似てません？僕大学の時別に真似したことないんですよ彼の。でもまあ特徴は分かるんですよ。でほんまに楽天来てからなんかちょっと真似したらめちゃくちゃ似てるって言われたんで、あのなんかでき元々できたっす練習もしてないしできるとも思ってなかったんですけど勝手にできるようになってました。小郷選手ってどんな感じの喋り方するんでしたっけ？いや彼の中では結構普通に喋ってるつもりなんですけどちょっと癖ありますよねっていうあの秘訣教えてください。モノマネ誰でも小郷選手になれるモノマネ講座まずベロを出す、はい、ベロ出して作業をちゃんと言わない、他行にちっちゃい矢を入れる、怖いかな。結構難しい。小郷選手好きな食べ物何ですか？イチゴです。イチゴですって言うんですよ。イチゴって言えないですよ。イチゴです。イチゴって言うんですよ。イチゴです。イチゴです。って言うんですよ、彼は。ファンの皆さんに、はい、小郷選手のモノマネでメッセージお願いします。僕今3番打ってるんですけど、ちょっと、まだまだ物足りないんで、チームの勝ちに貢献できるように頑張るんで、応援してもらえれば嬉しいんですけど、あと同級生の伊藤幸也ってやつもいるんで、ついでに応援してやってください。ありがとうございます。クオリティ高すぎです。ありがとうございます。